ポール・タイラー・フラワーズは、アメリカ合衆国ジョージア・シューフルトン郡ロズウェル出身の元プロ野球選手。ウトウ・ミギウ愛称はフロー。2005年の MLB ドラフト33巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。2006年は、アパラチアンリーグのルーキー級ダンビル・ブレーブスで34試合で、プレーした。一塁として22試合、8試合にとして、 出場した。成績は打率279、5本類打16打点、36安打を記録した。なお、この年は禁止薬物の使用が発覚し、50試合の出場停止処分を受けている。2007年は A 級ロームブレーブスで106試合に出場し、一塁一種か指名打者での出場だった。2008年は、 AQ マートルビーチペリカンズで保守としてプレーした。シカゴホワイトソックスでの現役時代2008年12月4日にブーン・ローガン、ハビアー・バスケスとのトレードでブレントリリブリッジ、ジョン・ギルモア、サントス・ロドリゲスと共にシカゴホワイトソックスへ移籍した。2009年9月1日に参カのトリプル AQ、シャーロット・ナイツからメジャー初昇格を果たした。 9月3日のシカゴカブス戦で初出場、19日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャー初安打を記録した。その後は第3の星として活躍した。2010年は開幕をトリプル A 級シャーロットで迎え、7月に AJ ピアジンスキーとラモンカストロが2人とも故障者リスト入りしたためメジャーに昇格した。2011年8月13日のロイヤルズ戦で、 ルーク・ホッチェバーからメジャー初本塁打を記録した。同月28日にはシアトル・マリナーズ戦でジェイソン・バルガスからメジャー初満塁本塁打を記録した。最終的には38試合で5本塁打を放ったが試合数と同数の三振を喫した。2012年、前年よりも出場機会が増えたが打撃成績はほぼ同水準だった。一方で守備面では リーグ平均値を超える盗塁阻止率33%、守備防御兼プラス5という好成績を残した。2013年からは、ピアジンスキーがテキサスレンジャーズへ移籍したために、正捕手となる。12月2日に95万ドルの1年契約で、公開した。この年、自身初の2桁本塁打を放つが、打率は3年ぶりに、200未満に終わり、 ミート力は向上しないままだった。2014年、引き続きホワイトソックスの聖保守としてプレーし、127試合に出場。打率24、241、159三振を喫するも15、本塁打を放った。2015年4月23日のロイヤルズ戦で乱闘が起きた際に問題発言をしたとして、25日に MLB より罰金処分を受けた。 この年も、正保守格で起用され、112試合に出場した。打撃面では、打率23、239、9本類打、39打点。守備面では、5失策、守備率、995をマークした。12月2日にノンテンダー FA となった。2015年12月16日に2年総額530万ドルで、ブレーブスと契約した。 2016年はチームの保守陣の中心格の一人として起用され83試合に出場した。打撃面ではいずれもキャリアハイとなる打率278本塁打41打点を記録した。守備面では81試合でマスクをかぶり3失策、守備率995だった。2017年シーズンを通して数ある投手に支給を 見舞われたが、8月30日にファウルチップで怪我するまで、試合を欠場することはなかった。すぐに10日間の故障者リストからは復帰した後、9月13日のワシントンナショナルズ戦で支給を受けた。この支給が原因で、手首の怪我につながったが、10月9日に手術を受けるまで重症であることを知らなかった。守備面では、2017年のの中で一番アームが、 低かった。2017年は、ブレーブスは2017年のシーズン終了時にオプションを選択した。2018年8月28日に2019年シーズンの契約延長に単年400万ドルで合意した。この契約には2020年シーズンの600万ドルのクラブオプションが含まれている。2018年の打撃成績は打率227。 出塁率341、長打率359だった。守備面では前年に引き続き MLB の保守の中で一番アームが低かった。また44個の盗塁を許し13個の盗塁を刺したため盗塁阻止率は23%だった。2019年4月9日2019年は守備面では MLB の保守の中で最多となる16個の保ツを記録した。11月にブレーブスはオプションを選択せず、代わりに2020年シーズンの契約は単年400万ドルで合意した。2020年オフの10月28日に FA となった。2021年シーズンが開幕してからも所属先が決まらなかったが、5月4日にブレーブスとマイナー契約で再契約した。 だが、直後の5月14日に、現役引退を表明した。ブレーブス参加のマイナー時代には、エルネスト・メヒアと同僚で、互いの母国語である英語と、スペイン語を教え合う仲だった。スペイン語の会話力を磨いた経験は、メジャー昇格語にも活かされ、ありがとうございます。